フィニステール県、フィニステール県、フランス語、フィンアステア、ブルトン語、ペン・エーア・アル・ベットは、フランスのブルターニュ地域県の県である。フランス革命中の1790年3月4日、アンシャン・レジーム時代の州であるブルターニュが分割されて、誕生した。旧コルヌワイユ市教区の西部、旧レオン市教区全体、旧トレゴール市教区西部、ブロエレック地方の一部、 カンペルレ東部にあるアルザのレデネのコミューンから構成される。1857年には、モルビアン県からロッキュノレを獲得した。建設地後に併合が実現したのはこの時のみで、他のコミューンが地理的、言語的、歴史的経緯からフィニステールへの併合を求めた動きは無駄に終わった。かつてのグランのセネシャルカンクでアタグラン、ルファウエなど、旧コルネアイユシ教区に属していたコミューン。 1851年12月2日クーデターで政権を奪ったナポレオン3世はカトリック信仰が強く保守的で王党派であるフィニステール県で広く支持された。県の名称はその地理的状況に由来する。ロクマゼにあるベネディクト会派修道院がラテン語でデファイン、またはフィナブステア、いずれもフランス語ではエルエフィンデエルエテアとなり、 地の果てを意味すると呼ばれていることを思い起こさせる。フランス北西部に突き出たブルターニ半島の先端部を締め、イギリス海峡に面している。フランス本土では最西端の地域である。283あるフィニステール県のコミューンのうち実に118が海に面したコミューンである。海岸線は1 2 5 0トルになり、フランス全体の海岸線の置、4を占めている。 海岸線は切り刻まれたように出入りが激しく、多くの岬や湾、半島、フィヨルドに似たリアス式海岸があり、その景観の顕著な特徴となっている。県北西端から伸びるコルサン岬は、フランス最西端の場所である。その数マイル南には、わずかに西へ伸びる距離が足りないが、厳しい環境にさらされ孤立している、ラ岬がある。上艦隊が特に大きく、 県全体での干潮時と満潮時の差は275平平方メートルにもなる。フィニステールはメキシコ湾流と大西洋の影響を受ける海洋性気候である。その特徴として冬は穏やかで夏は涼しい。降雨量はかなり豊富で年間を通じてあるが、冬季の降雨量が災害である。降雨量は内陸やその周辺ほど多い傾向にある。 ウェサン島の年間降雨量は800ミリメートルを下回るが、レサ山地の山々では1500ミ、mm、リメートルを超える。霜や雪は特に島しょ部で稀となる。風の存在がこの気候の特徴である。フィニステール県の最も目立つのは、侵食に対して耐性のある砂岩、渓岩、そして河口岩である。標高400メートルを超えることはなく県の標高は、 総じて低いが、その斜面の力強さと非常に高涼とした頂上の風景から山々という価値を与えられている。レオン高原の南側とシャトーラン盆地の南側、小出川谷の北は、ノワール山地と呼ばれている。ノワール山地から西側へ抜けると、標高三百三十メートルのメネゾム山と、ロクロナン山地、標高二百八十四メートルが孤立した姿で、立っている。 フィニステール県は小さな河川の密集したネットワークを持つ多くの沿岸河川によって水が排水される。最も重要なのはオーヌ川で北をアレ山地、南をノアール山地に挟まれた県中央部の広大なエリア、一般的にシャトーランボン地と呼ばれる低地を形成する。県南部にはエレ川、アベン川、ベロン川、モロ川、オデ川、ポンイコールラベ川。 ゴワイアン川がある。北にはエロルン川、アベールブノワ、ペンゼ川、ドゥロン川がある。これらの河川は小さいものの、深い川谷を形成する。これら河川の下流域では、更新予行期に海進が起こって海水が入り込み、大地に深く切り込んだ、絵のように、美しい海が浸食した谷となっている。レオン地方の言葉で、エイバー、アベールとは、 一般的に川を意味するのに用いられる。このように、フィニステール県沿岸は、出入りが激しい。フィニステール県の水の流出曲線指数は常に高い。カンペールにおけるオデ川で年間758 m m プルエデルンにおけるエロルン川で年間679 m m その理由は、降雨量が豊富なことと、山地の斜面が急であるからである。 1998年より、フィニステール県知事は、フランス社会党のピエール・マイユ、元、ブレスト市長が務めている。フィニステール県人の投票傾向は、近年ますます左派寄りとなっているが、県内のエリアによって、その投票傾向は異なっている。多少なりとも地方によって区別できる。地方において異なる政治的傾向は、全体的、または一部が、 現在の経済活動や信仰と政治的思考の協力関係と密接に繋がっている。県北部、かつてのレオン司教区に相当する地域は、ブレスト都市圏を除いて伝統的に、総じて保守的で国政選挙において右派に投票する傾向にある。県東部、かつてのトレゴール司教区やポエルといった地域では、明らかに左派支持に固定されており、モルレ地域では、 フランス社会党が優勢であり、カレイコール・プルゲール地域は、フランス共産党の強力な砦である。県南部、コルネアユシ教区に相当する地域は、ブルターニュで、最も政治思考が不安定とみなされている。カンペール、ドゥアルヌネ、シャトーランといったコミューンで頻繁に左派から、右派、右派から、左派の交代が行われるからである。2012年フランス議会総選挙において、 フィニステール県選挙区からは国民議会議員に8人の左派政治家が選出された。これはフランス第五共和制が始まって以来フィニステールで初めてのことである。うち7人がフランス社会党所属で1人が左派諸派である。2007年フランス議会総選挙の際は左派議員は5人で3人が右派であった。男性議員4人。 女性議員4人という構成となっている。県選出の国民議会議員、マリリーズル・ブランシュは2012年に、当時のジャン、イコール・マルク・エロー政権の国家改革、地方分、公務員省担当大臣になった。フィニステール県は4つの群、54のお通り、283のコミューンを持つ。県とは、カンペールである。最も人口が多いのは、 ブレストで最大の面積を持つのはスケールである。島そのものがコミューンとなっているのは4箇所で、イルイコールドイコールは、イルイコールドイコールサン、イルイコールモレーヌ、そしてウェサン島である。一方でグレナン諸島は、行政上は、フエナンに属し、イルイコールトゥディはその名に関わらず島ではない。かつては5番目の軍として、カンペルレ軍があったが、1926年に、 廃止されている。1850年代、多くのフィニステール県人が食を求めて移住を強いられた。パリ、そしてフランス西部の都市、レンヌやなんと、港湾都市ルアーブル、トゥーロンが人気の移住先であった。現在、フィニステール県人は出身県への U ターンを希望する傾向にある。不動産価格が高いパリ大都市圏に惹かれる傾向は減っている。 県人口の大半が都市に集中している。人口の都市集中率は実際に73%に達している。ブレスト都市圏はおよそ21万人、カンペール都市圏はおよそ8万人を抱える。人口が沿岸に近い地域に集中する一方で、内陸、アレ山地及びノアール山地では人口密度が非常に低く、明らかな人口流出のために20世紀は、 人口が大幅に減少した。2009年1月1日時点の県人口は893-914人である。国内でも人口の多い県の一つで国内24位の人口を持つ。1800年以降のフィニステール県の人口増減、グラフフィニステール県は農地が占める割合が高い。人口のほぼ36%が都市圏外で生活している。 県面積の2、3、63%に及ぶ農地を持つ。およそ1万千の農場があり、農業従事者は約2万6千人である。県の農業は主として家畜の生産である。飼料や穀物の生産も家畜飼育に関連がある。フィニステール県北部は新鮮な野菜や新ジャガイモの生産で知られる。2003年における フィニステール県の海洋漁獲港は66,632トンに上り、競りで2億ユーロの利益を生み出した。漁獲類の供給量は国内供給の1、3を生み出しており、ヨーロッパ漁業においてブルターニュは第一の地である。第二次産業を代表するのは強力な食品加工業、第二次産業の雇用の約40%を生み出す。 国防に関連した電気工業である。第三次産業は、ルクレールのような地元に、本社のある小売業、沿岸部で盛んな観光業、都市圏で広く扱われる行政職に下支えされている。フィニステール圏ではこれ以外に、ロング島の原子力潜水艦基地、ランベオックイコールプルミック海軍航空基地や、ランディビジオ海軍航空基地などに代表される、 海軍の存在が大きく、ブレストに本社を置く DCNS と同様に、軍事関連産業が県内の人口の多くの雇用を生み出している。かつて、ブルターニュではいくつかのブルトン語方言が話されていた。そのうち、県面積の1、3に相当する北部で話されているのがレオン方言。県面積の2、3に相当する南部で話されているのがコヌアイユ方言である。 トレゴール方言やバンヌ方言は、モルレートー部やカンペール周辺でわずかに話されている。これら異なる方言に、明確な言語境界線は現実には存在しなかった。むしろ地域レベルではなく、各教区ごとや、出身の教区が異なるという理由からの小規模な際で、言語の相互理解をより複雑なものにしていた。都市のみで話される、フランス語の方言があるほどで、 カンペールではフランス語のカンペール方言がある。今日では住民の大部分がフランス語を話す。しかし未だにフィニステールはブルターニュにおいてブルトン語が優勢な県である。1999年に INSEE が行った家族史研究における調査結果でフィニステール県の18歳以上の住民の13万2000人以上が自らを ブルトン人であると回答したことにも現れている。他の例として、2005年9月の新学期時点で、4333人の児童が二言語教育の小学校に在籍していた。また、2002年から2003年にかけ、公立小学校でブルトン語を学んだ児童は7600人以上、中等学校でブルトン語を学んだ生徒は1800人以上だった。 フィニステール県の夏のハイライトの一つは、7月半ばに、カレイコールプルゲールで開催される BA ユサリュ、祭りである。フィニステール県の景観の一つは、その宗教遺産である。県の至るところに、ケルトの影響が、色濃い装飾を施された十字架や、礼拝堂が散らばっている。コミューンは、宝物を所有する教会をしばしば抱えている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。